12時37分45、46、41、48、閉めて閉めて OK。 じゃあ那須泊の大島から再スタートします。昼飯に生ホタテ丼食べてました。よいしょ。新青森駅まであと40キロ。ここから今日最大の登りですけど、まあ標高差100ぐらいです。ゆっくり行きゃそんなきつくないはず。うん、お、一人用テントだ。チャンスから着替えようかな。あ、違う、テントじゃない、ただの日よけだった。まあこのまま新青森まで自走してお祭りちょっとだけ見られればいいかな。16時ぐらいに着けば。またはそこでも泳いでる。これは子供かな。なんか那須泊っていう地名がよくわからんけどぴったりくるな。おお。さっき向かい風だった分の追い風か、これが。ってことは北風か。
空気が霞んでるんで、今日は津軽半島とか、あ、でも向こうはあれは野辺地じゃないや、牧野沢のあたりかな、あそこの崖のところはクソードマリのところとか、この辺りから最初の登りか。あれ？全然登ってないな。これじゃないか。あ、これは下の方行けるか。よいしょ。あの青いやつは何なんですかね。山と積んであるホタテの養殖かなんかかな。
この歯車の歯みたいなガードレールじゃないけど、これいいな。向こうはよく見える。おお、なんだこれ。中上設備が横になってる。シャコタン半島のあれみたい。キラキラしてる。
もうちょっと右行けるな。さ、こっちの道がいいな。すごいな。直いやつだ。こっからだな。いや、まだか。あ、お。予定のルートだと、あ、もともとこれはないな。これが新しく作ってる道か。この登りは、いてててお、
こっから等高線がどうなってるかよく分からん。涼しい。じわじわ登るなぁ。標高はまり上がってないのに。ここは これが日光のピークなのかな、山だか。冷たいお茶。
さ箱が2個積んである。標高105メートル。ふう。これで超えたかな。三山展望所。展望所ってことは、これか。ああ、いけない。これの後ろ道があるわけでもないしな。See?
エンジン音か。じゃない。道路工事のとこあれ。最初これ自分のタイヤに何か擦れてる音かと思ってちょっとヒヤッとしたんですけど、下で何かやってるな。お、さっきの振動作ってるところか。なるほど。まあこっちまっすぐ行きゃいいか。やっぱ古い方行こう。私の登りはどこまでだったかな。
あちちち。なんてこう言ったの、これ。読めない。あ、これは。あ、やっぱり。GPS がハングした。安定しないな。まあ、ファームにパチ当ててるんですけどね。右目に汗が入って、また染み始めるかな。終わった。姉子坂。この先はピークかな。Oof.
はい、はい、こんにちは。ありがとうございます。今放送してるの？いや、今録画だけです。何々かけましたよ。あ、食べます。うわ、本当に放送してるのかなと思いましたけど。いや、今あの録画してるだけです、バッテリー温存のために。じゃあちょっとカメラ、よいしょ。あの、ね、アキアリアスも入ってるんで。あ、すいません、ちょっとこうして食べてください。ありがとうございます。ソーダ味ですけど。いや、ソーダ味が好きなんです。あ、そうなんですか、はい、頑張ってください。今日帰るんですか？ええ、今日これから新青森の18時のやつで。あ、そうですか、ええ。あ、じゃあ、あの特に何があるわけじゃないですけど、あの放送でいつも何かいただいたら、さしてるただの自転車写真名刺。あ、そうなんですか。いや、なんか近くに走ってる感じで、ね、この辺いるのかな。あ、そうですね。たまに見てますんで、一応コミュニティも入りましたんで、ありがとうございます。たまに声かけますんで、よろしくです。頑張ってくださいと。名前はどういうんですか？ドライって言います。とりあえず、ね、ハンドルネーム、まあ、公開するわけじゃないですけど、つまりいいですよ。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。早速いただきます。放送するんですか、これ。はい。あ、浅野市温泉あたりからちょっとやろうかと思ってます。あ、本当。ええ、じゃあ見てますんで。え、ありがとうございます。スマホで見れるんで。え。何分の新幹線ですか？18時14分です。18時14分。え、仕事は何ですか？鉄道関係ですか？いや、コンピューター統計の会社に全然関係ない。ああ、そうですか。じゃ、鉄道とかいろいろ見てたんで、鉄道関係の仕事してる人かな。いや、もう十何年前から自転車で来れてます。あ、そうだ。そこにホームページレポートされて、今これで。ありがとうございます。応援してますね。
ございます。ありがたいです。車の方からガリをいただきました。あ、そうだ、今突いただいた方はドライさんとおっしゃってました。自分で忘れ、なんか忘れる危険性があるからここで録音しておきます。あ、ツイッターが届かないな。電波あるのかな。今のはそのあの普通のママチャリだと思うんですけど、アシストなしの自転車はさっきの峠というか、まあ坂を越えるみたいです。あ、登っていってる。急に押さずに登っていきました。電動じゃなかったよな、本当に。
かったです。あとアクエリアスもらってます。ただ今すぐはちょっと飲みきれないので、一だけ冷たい状態を維持するためにタオルにくるんで保存して、もう中に入れときます。よっと。うん。でバッグつけて。タオルどっち入れたかな。ない。まとまった。あれ？あれ？あれ？あ、こっちの下か。これもうすぐメンテ用のウエスに格下げのタオルに油脂じゃない。うん。今度こそよし。さて意味ないんですけどね。見られてたな。本当に親切受けっぱなしだな今回は。今の右で良かったかもしれない。まあちょっとだけか。これで夏森半島もおしまいか。
どうかな、ここまで来て青森まであとちょっと iPhone で見てみるか。2段階移すかな。あ、あっちのガードレール青リンゴがある。夏止まり入り口。で、ここへの道順25キロ。うん、時間は13時半過ぎだから13時半過ぎ。ああ、新青森に4時前ぐらいつけるの多分。4時前後かな。で、浅虫温泉ってのはどこなんだっけ。とっと、あ、またこれ暑い道だ。バイパスで向こうが一般道だったりは、その道の状況見るとそれはないよな。いや、ん？下の道封鎖されてるよな。私はなんか封鎖されて結構立ってるように見えるな。道の駅浅虫温泉、この辺りから放送するか。入っていきたいけど、絶対温泉がある道の駅だろうな。入っていきたいけど、この暑さで
残り20キロ走るのに今温泉入れないな。ガリガリ美味しかったな。これ路肩が広くて走りやすいな。車多いけど。なんだあれ、なんだあの鍋釣り岩だっけ、お薬島にあるあの輪っかが、輪っかの輪っかがないみたいなやつはすごい輪っかがあるなあれ。よっと、わあ。トラックがすごいな。ホタテのふるさと平内目さばきセンター、ホタテソフトクリーム大好評、ホタテ広場、どれがホタテ広場なの。やっぱりこの青いのはホタテを養殖するためのものなのかな。あ、あった、ホタテ広場。ちょっと上から見るだけにしときますけど、あ、なんかやってるのかな。道の駅みたいな。ああ、感謝でなんかやってんのか。ちらっと見ていくか。で、こっちが登ってきてしまった。車が少ない口に、よし、ああ逆走になってる。路肩といってもここは車道。
といって反対側に行ったらもっと危険だしな。それコメントでなんかホタテの感謝デーがどうこうっていうコメントがなんかあったから確か。どう感謝デーなんだろう。あ、18日はホタテの日。あ、18だからほ、なるほど。で今日16日じゃないか。違う、17日か。じゃ今日なんかやってるわけじゃないのか。あ、これビデオ撮ってるんですよ。ビデオ撮ってんだ。自転車でずっと走りながら。ね、ええ。そんなにやっぱすごい話しかけられるな。青森来てからすごい。あ、ワッパ飯とかこっちあるのか。人落ちたな。なるほど。10+8イコール住んでるのは神奈川県横浜の方なんですけど、あの新幹線で自転車こっち持ってきて、うん、あの袋詰めして、うん、で今日10日目なんですよ、はい、でこれから新青森からあの夕方で帰ります。ここまで、はい、ここまで、あ、横浜、あの神奈川県まで、何時かで、3時間ぐらいで新幹線で帰ります。新幹線だ自走じゃないんですということで、ホタテ、ホタテの日。日か。このウェイクアップってなんだっけ。この道で復帰できるのかな、うん、ああ復帰してるかな、うん、ここどうなってんだ、あ、行けるか、こっちの道で、よい、広場。
これ川の河口でもないのにあの橋いるのかな。こっちの道あるし。ああまた見逃した。涼しい。板書跡間違いでしょ。バス停かな。あれこの道乗ってないな。うわなんだあっち。あ青森県に入ってる。でこの後ずっとこれしかないのかな。この道しか裏道がないな。脇道が見ると完全に高速道路だよな。マリーナそっち出なきゃダメか。天気はどれなんだ。
これ浅虫温泉水族館のやつか。よっと。なんとかクジラ餅。クジラ餅って聞いたことあるな。うわ。浅虫温泉駅あれか。サイクルやろうっていう大昔の自転車漫画だと、駅前に旅行客を勧誘というか、旅館への客引きの人たちがいっぱいいたんですけどね。主人公たちがそのバイトをして、でも結構人多いな。足湯がある。あ、青い森のあのキャラクターモリっていうのか。モリじゃなくてモーリーか。しかもカフェがある。どうしようかな。ちょっと真ん中は良くないので、残り距離は20キロあるか。20キロで、20キロ本体バッテリーで持つかな。ここから一枠だけしとこうかな、とりあえず。ああ、スタンバイできてない。しかもなんかおかしくなってる。ああ。強制電源ダウン。ああ、これ一枠もできんか。なんでこんなことに。ああ、録画だけになるな。ああ、もったいない。まあでもこの辺はどうせ温泉入れないんだったら、そんなに放送的に重要ではないかな。残りバッテリーは 57%。 1時間ってとこか。
ツイッターで報告して、そうだ、iPhone 充電もやっとこう。生きてるか死んでるか分からないので今ここ再起動して現在朝虫駅、朝虫温泉駅か、パソコンのバイにし、バイして、あ、そうか、朝虫温泉駅で新羽織駅まで、本当に20キロでよかったっけ。うん、残り20キロ、完了 50% になってしまったので、放送します。よし。これ足打てるかわかるかな。よし。できてるような、なんで失敗してたんだろう。
ちょっと。あ、いいんですかね。入浴500円。銀行研修所。あ、いかんなんかずるい、ずるいとこ通ってしまった。あ、でもこれ自転車 OK の道じゃない、一応。ここも路肩狭いな。気温31度上がってる。あ、取り損ねた。怖いな。あ、すごい。
こはどっちだ。右か。ああ、あの坂通り。あ、青だ。ラッキー。あの時の時間かかると思ったら。流れてない。そう。カモメがいっぱいいる。この久振坂っていうのはこの先にある岬っぽいところの坂じゃないのかな。地名になってるのか。なんだあの山。あれが久振り坂の後ろの方のやつかな。ああ。左側抜けるのか。いいかな、ひさぶり坂。ここに風情の死を遂げた、遂げたり、キーマスの一周忌にあたり。
なんだろう。というんで分からないな。行く人を照らしたまえって書いてあるけど、照らし、ん？正午したまえ、照らす守りたまえ。すごいな。これも下を青い森鉄道が走ってるのか。すごいね、今あれ自身がケツの煙出してなかったか。ガスターミナルか。
ちゃ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 、あっつ。青森市街、あ、この道行けるかな。乗ってない。やめとこう。札所88箇所あるのかな。
っしょ。息当たんのか。やった。海原って国道と全然違うな。市内の方になってくるとより暑いな。まあでも一番暑い時間帯か。わあ落ちた。
きのグローブエナジーガスタンクのあの会社だ。758上行、なんか3なんとかかんとかって関数字3つ並べた会社名な、何とか見てるな。道いいな。あー入れない。あっち道に行くと、あれこれ線路か、違うな、行ける行ける。ここら入るか。またマイダストアだ。青森県のマイダストアの、マイダストアに支配されてますね。主要な町に大体あるもんな。本店見たのはむつ市だったかな。確かむつ市で、おフラワー温泉、そして B&B に行く手前に見たんだったかな、前田本店は。あれこっち車多いな。やった保育園か。お。バイクは通れません。自転車 OK で、あれ祭りの音かな。新青森までの残り距離は9キロ弱か。
まだだな。青森駅あたりからでいいかな。ちょっと一服。ゴミ箱はない。公園の中でもゴミ箱ないのか。ないなあ。あ、野球かなんかやってるのか。お、おお、機関車だ。動物園だ。何がいるんだここ。よいしょ。ん？文鳥。全体が濃い青色であるが、ん？この白が、あれ？これ網があるからピントが合わない。マニュアルフォーカスで2メートルぐらいにして、よいしょ。なんか飲んでいいか。うずら、鳥メインか。こっちは何も書いてないし何も見えないな。なんか猿用、あ、いた、日本猿だ。クレグホン、こっちも鳥ばっかりだな。よいしょ。そこにゴミ箱はないな。方が車少なそう。
蔵、魚蔵って魚の蔵か。紙店。醤油屋。ラーメン屋さんか。あ、また3文字の漢数字3つだ。358観光タクシー。あ、迷惑ある。リアル。しまった。もうちょっとちょい。いただきます。これより冷たい麦茶の方が、あ、どうかな、微妙だな。あのカラスはなんで一人で騒いでんだ。どっちだろう、どっちもいいか。そろか。青森の市街地でかいな。間に寂しいとこどこにもないんだ。よっ、だ、だ、だ。
数がすごい、ここ何本あるんだ、ここまだもう少しあるな。警官の人がっていうか警官が、青森駅まで、あと1キロか。あれ？ああ、もうすぐ3時か。でも4時前どころか、3時半前に着くな、新青森に。距離分かってないけど、うわ広い道、お大祭で道がない
全智鳥神社。一本左に行きゃいいか。おっとっと、はあ、よいしょ。あ、いかんの自転車を今中だった。すいません。ああ、あ、自転車レーンがある。しかも割とまともに見える。ゴボコしてるけど、しかもこれ駐輪場になってるのかな。公式に駐輪オッケーだったらすごいな。青森行ってあそこでいいのか。突き当たって右に回り込んでいった方がいいのかな。座るのは結構怖いな。さっきすれ違いました。あ、さっきのドライさんじゃないのか。すれ違いないな、ここ。あ、でも駐輪場がちゃんとある、すごい。駐輪場が駐輪場があるだけでも全然違う。でも自転車車道には行きたいな。これじゃ完全に歩行者と一緒だ。確か自転車専用道がある場合には車道よりもこっちが優先で走らなきゃいけないっていうルールが確かあったはずなので、スピード出すっていう点では不便だな。あ、
まあ事故あるよりいいのかな。さすが人多いな。こっから新青森までは4キロか。長い。自転車は駐輪禁止ってはみ出してるのか。左のは充電いらないな。57% ぐらいあったのが今は 55%、 そんな減ってないな。これとこれとこれを起動して、じゃあ GoPro から今切り離すので、この風だとすごい雑音が入ると思います。注意してください。カメラをつけ
て。これで時間かかるな。やばいな。繋いどっか。今ここで見られてるのかな。あ、予約じゃないです。お、いらっしゃいませ。こう見てこうだからもうちょっと上か、こんなもんか。青森駅です。いらっしゃいませ。よし、ここから新青森駅まで5キロ弱です。結局ここまで走ってきました。浅野市温泉は駅前の足をちらっと見ただけで、いや、まだ青森駅です。で、ちょっとポタファイがバッテリーが心もとないんで先にバッテリーつないときます。青森、新青森がゴールです。連れてきた、いらっしゃいませ。青森やっぱ人多いですね、当たり前だけど。よいしょ。ポタファイどこやったっけ。あ、ポタファイは確か、いらっしゃいませ。
お互いは確かどこだっけ、青森の予定は新青森です。あれ青森再放送、うん、どうだった、かなり良かったです、面白かったです。あれポタファイどこやったっけ、ポタファイはどこやった、通信できてるからポタファイどこかにあるはずなのに。いらっしゃいませ、ポタファイ、ポタファイ、あれどこやった、だってソフトは 見るだけでした、振りまくりましたね。あった、一番奥に落ちてた、よいしょ、リンコまだ、隣でイカリアク、うん、オルトリーブです、うん、新青森、新大阪、よし準備できた。新幹線の時間は新青森18時14分なんで楽勝です。あとは風呂入っ、お祭り見て風呂入って間に合うかどうかですね、うん、無事故でですね。昨日ちょっと調子悪かったのも全然その後ぶり返してないんで大丈夫ですね。ちょっとよし準備できた。で PC のバッテリーが 50% なんで1時間持つかどうか、まずは青森駅をじっくり見てやりますよ。よいしょ、新幹線、そうかな、あ、止まった早めの、いやいっぱいじゃないですか、連休だし。どうしたどうした、いや来てますね、NG？ ダメですか、お得映像、風呂に入ります、うん、祭りをラグがあるな、 OK、 あ、大丈夫ですよね、うん、GoPro 録画してあります、途中も途中であのガリトツいただきました、ドライさんというカップルさんなのかご夫婦さんなのか分かんなかったけど、車の方とから、夏泊まりから脱出している途中に、最後のアップダウンを越えて下ってる途中に凸いただきまして、ガリガリいただきましたよ。お、いらっしゃいませ、そう、上で、あ、下で止めるのもあるんですけど、お、そうかな、なんかこっちが取られてるような、米で、あ、多分そうそう、ガリガリので、このラビナっていう、あ、ひまくり上がってますね、ラビナっていうでっかいデパートがあって、それの右側にちっちゃい青森駅がありますね。私いつもこんな言い方してるな。で、向こうの橋はあれ、すぐ近くの川を、あ、そうそう、なくなるまでです。なので新青森のあのお祭りが見られるぐらいの時間に行かないと。で、青森駅はこんだけの市街地ということが、西口、東口でもこんなに人がいるのに、よいしょ、まあでも市街地は結構どうでもいいかな。お祭りはもうとっくにやってて、15時から最後から2番目のパレードがスタートしてます。ねぶたとか、青森駅自体小さいですね、でも周りの市街地はでかいな。あとこの辺りは自転車道が整備されていたりなかったり、この辺整備されてないな。あの商店街のアーケードの歩道の一部が自転車道になってました。で、あの歩車分離式で、自転車それだと完全に歩行者扱いなんで、なかなか信号が通れなかった。これもか、歩車分離式、ここは自転車は車の方でいいか、いいよな。青森変わってますか、確かにちょっと新しいけど、あ、これ行けるのかなって、今車道として渡ってしまったのに、あ、スナロ橋、せっかくだからこっち行ってみましょうか。この歩道では自転車降りてやめとこう。あの前方のあれが国道か、
あまり走りやすそうには見えないですね。お、いらっしゃいませ。ホタテうまかったです。ホタテはあれはなんかあのホタテの佃煮とかついてて、ん？安い。そう、あのかなり手前から市街地が広がってました。青森の市街地でかいですね。八戸、下北沢みたいなもんか。事故はですね。ん？信号機ないんかい。そう、自転車の方おりますよ。わかったよ。あ、そこに一人はいいか。ヒール、スピーディーという金具がついてる靴です。マグロとかいいですね。ついて、八王子、八王子の駅の近くに残り HP は99。まだまだ行けますよ。豚丼は尻屋崎のうまかったけど、あ、そう、ビンニング、結構前からあの SPD です。フェリーで、フェリー乗り場どこなんですかね。こっちの近くかな。リフ地球か。あ、電車の時はずっとこれです。 あれ眠たか。いらっしゃいませ。タップダンスのまあ成分同じような感じですね。カモメの卵が命、その名前はさっき夏泊まりの大島でも出てきましたよね、確か。よっと、道路ちょっと乗せて、いや私が個人で走ってるだけなので、いや、ほえー、まあでもいいか。もうすぐ新青森駅です。あと 4,5 キロ、最後にも続けますよ。今からだと奥入瀬とか八戸、奥入瀬、あの十和田湖、うわー、十和田湖じゃないや、ログアウトした。これは自動復帰しないな。バッテリーがもう残ってないときに、詰まった。どうだ FMLE は。 FMLEKE、 あ、 OK、 大丈夫ですか。あ、タイミング締め、そういうの苦手なんですよ。 OK か。ログアウトしたけどな、おかしいな。パンク全然問題なかったです。空気すら入れてない、全然へこんでなかったんで。寂しいですね。いや、今コメントがじゃなくてログアウトしましたって言われて、明らかに、ね、接続は切断されたはずなんですけどね。涙で。あ、弟子さんいらっしゃいませ。もう新青森まで国道で一直線なんだったかな、どうだったかな。新青森って国道沿いなんだっけ。今から新青森駅の近くのトトンボ号の乗り心地、あんまり早くさで、まあ、今ここできるだけ出しておきます。正月、わかりません。
来週のことすら考えてないから。うん、シカゴ。お疲れ様です。あ、フェリフトあっちにありますね。新青森駅の表示もある。あ、ホットモットじゃなくてホカホカテーって、これ関東もあるんだっけ。成長タクシー。え、3連休また近々あるんですかっけ。うん、終了。本年の夏休みの営業は終了しますね、そろそろ。新青森駅はどっちなんだこれ。正確はあれ、自転車行けるのか。まあ下道行けばいいか。あれって単に交差点のための立橋ですよね。充実、今回特に充実してましたね。気温30度だ、まだ。うん、しっかり。うわ、なんだりゃ、なんだ今の。今のペットショップだと思うんだけど、なんだ今の。すごい吠えてましたね、複数。いや、今の犬です、犬です。大量の犬が。これ左でいいんだな。助けよう。すごかったですね今の。うん、繊維直進、うん、大ピラに言えないけどあれですね。10位。いや、今私が通ったからじゃないんじゃないですか、さすがに。よっと、はあ、ん、これ自転車行けるんだよな。ああ、あっち側どうか。今ここ死んじゃってますね、はあ。熱中症は今日は大丈夫です、全然。今日体調全く問題なし。スライドショーは早ければ明日。あ、応援ありがとうございます。あれは金太郎じゃないな、話ですか。新青森、いや、これ荒川って言うんですかね、ここの。もう繋げー、長い。アメリカ人、そうなんですか。三沢関係だけじゃなくて。あと新青森周辺が自転車で通れるほどの状況なのかどうかですね、祭りで。いっぱいいっぱいで動きが取れない状態だったら。あ、そうか、そもそも配信できないか、電波が足りないから。電波奪い合ってるから。そんな大混雑してないといいな。ガラガラで私のためだけにねぶたやってくれるといいな。決めしまかったです。おー、ちょっと今風がびっくりした、横風が。うん、あの選手が見れるって。そうですか、お祭りは少しは見られそうですね。で、14時ぐらいまでお祭り見て、そこから風呂探して入って、で、ゆっくり土産でも買ってから18時のに乗って帰ろうかな。うん、1ヶ月遅れか。本当は先月行きたかったんですけどね。ん、あ、ですね、なんだっけ、なんとか丸出しっていう名前の祭りでした。祭り中継できればホタテの日、どこのホタテの日、ここ食べそうですね。なんて言ったかな、なんとかかんとか、なんとかかんとか、ダメだ、一文字も思い出せてない。青森ですね、これまで降ったところに
比べたら随分下がりますね。北海道走ってきて札幌に来たみたい。お風呂ないっすか。え、15、16日、そうでしたっけ。確かこれの中に、あ、そうそう、本気丸出しただけだし、それは何日に、うん、昨日で終わり。あれ、今日日曜なのになんでなんですか。あれ、そうでしたっけ。昨日、おととい。あら、あ、そっか。あ、今日月曜か。そうか。今日は祝日の月曜でした。あー、そっか。あー、なんか随分余裕ができましたね。余裕ができた。入浴ですよね。そう。たっぷり風呂入ってやるさ。へえ、たっぷり風呂入ってやるさ。初めて開かれる。そっか。曜日感覚とか日数、日付間違えてたんですね。やったー。さて、ゆっくり行こう。最後の最後。これにはさすがの私も苦笑い。ちょっとスピードが落ちた。血が入ったから遅いぞ。はあ、はあ、途中なんか祭りやってないかな。余裕できましたね。はあ、強いけるまで入りましょう。はあ、そっかそっか。まあでも新青森駅を 見るとこまで配信しますよ、もちろん。もちろん。特殊な。はあ、うん、昨日とおとといいな。今日もやってればいいのに、なんでやってないんだよ。とにかくそれもちょっと不安になってくるな。今の勘違いでなんか第五にランクインしましたって言われましたね。あ、思い出祭り、米稼ぎ四つ、うん、コスモワールド、コスモワールドですか。ちょっと待って。祭りなし。あとの祭り、アフターフェスティバルですね。そっか。今、新青森駅に向かってます。青森駅の西口も見てくればよかったかな。まだ新幹線の時間まで2時間半あるよ。お祭り状態うまいな。はあ、駅見せますよ。勝利者何もないですか。最ですか。うん、最後のうち。ああ、ねぶた見たことなかったんで、一昨年東北回った時には三叉踊りとあと関東祭り見られたんで、あとねぶた見たら結構抑えたことになるかなと思ったんですよ。朝虫、採用ですね。採ですね。でも朝虫で温泉入るのはちょっと難しかったかな。その後走ってくるとなると汗かいてしまうんで、まあ新青森駅の近くのできるだけ古い銭湯で。でもコスモワールドか、古くなさそうだな。あ、これ新幹線のってことはもうすぐだ。祭り、
そうか、おう、うわー、何この不自然に、不自然な形、なんだこれ、何この銀河鉄道が発車しそうなのは。今日もすればいいのに、休みじゃないですか今日。入り口はどっちなのかな。あ、ここから入ればいいのか。遺跡、遺跡は、遺跡はいいかな。すいません、何祭り、いろんな祭りをかき集めた祭りだったんですよ。それさえ見れば東北の祭り全部もう抑えたことになるっていう。新青森って駅はかなり新しいですよね、確か。日付一応確認します。それがずれてたら、ずれてたらどうするかな。さすがにそれは間違ってないと思いますよ。ちょっとフラグ立てるもんじゃないですね。三内丸山、なんか来ましたね今。新青森駅到着。さて、特に盛り上がらないまま終わってしまったかな。今日からスキンじゃないと思います。今日祝日だってますよね。9月17日、汚ねえな、だいぶ。9月17日18時14分、今日17日でしたよね。うん、それを確認してる。フェスティバル、残暑も何もないな。また今度、そうですね、ねぶたをやってる時に行きたいな。あ、寿司子は結構おにぎりで、あのおにぎり出て、民宿でもらったおにぎりの中に入ってました。民宿のご飯にも出たんですけどね。さて、じゃあここでそのコスモワールドって風呂探して入ってきて、うん、三沢の国際いつやってるんですかね。10月とか言ってたっけ。早めの、いや、早草乗ります。早草、早草ってあるのかな前に。うん、見つかりませんでした。そっか、アケコランド。うん、転勤、あ、あれ確か快速じゃなかったっけ。しコロナワールド、あ、行ってしまった。撮ろうと思ったのに。じゃあ、ああ、どんこ行ってしまった。三内温泉、ああ、なんかいい名前ですね。何もないみたいじゃないですか。あれがなんて書いてある。あ、あれ、特急白鳥だ。白鳥ですかね、白鳥ですよ多分。函館行き、あ、函館行きってことは、あの横転事故でどうこうっていうのはもう開通したんですね。うん、これが新青森駅です。新幹線はこのクロスしてる上の方から出るんですね。うん、秋の気配、うん、じゃあここで放送は終わりますね。今回の旅行はこれで終了です。私はあとは風呂入ってお土産買って新幹線で帰ります。最後のこの盛り上がらなさはちょっとすごいな。変身、ああ、じゃあ これで終わります。よろしいでしょうか。総括をどうぞ。面白かったです。今回途中本当面白かったですね。あと思ったよりも外周全部割れたんで良かったです。うん、じゃあありがとうございました。観光案内者で、そうですね、それもやってみます。じゃあありがとうございました。終わります。シヒゲルトンボ。じゃあ<笑>ひどい終わり方してしまった。働く働く、明日から働きます。うん、振り返りは、あ、もう今答えても意味ないんだ。じゃあ5分終わります。ありがとうございました。あとは新幹線の中とか録画できてるといいかな。ちょっとわかんないですけど。じゃあまた、バイビー。